夜未明、東京都世田谷区のこの公園で帰宅途中の女性が突然殴られ重傷です。こちらの公園、昼間は子供を連れた親子でにぎわっていますが、夜になると人通りも少なく、ひっそりと静まり返って人気もほとんどなくなるそうです。 A さんは学校でも先でも非常に評判の良い。おはよう。おはよう。今日の徹子の部屋ゲスト誰？知らない。あれ、この公園駅向こうのみたいだね。犯人はアルバイトから帰宅途中の女子大生 A さんの背後から近づき、鈍器のようなもので殴りつけ、 A さんが気を失うまで殴り続けたというのです。え、そうですか。だからヘリコプターあんな飛んでんだ。消さないでよ。見てないじゃん。丸山くんのドラマの再放送やるんだよ、これから。あ、そう。俺ね、二日酔いで頭痛いの。時間になったらつけて。分かったよ。ところで、丸山智彦からは連絡あったの？映画の撮影で忙しいんだって。映画出んだ。エクラリオと共演するんだって。すごくない？ラブストーリー？うん。歳違くない？なんかね、血のつながってない年の離れた姉を愛してしまう弟の役なんだ。それはそれは。ねえ、琴ちゃん。うん？俺たちみたいに退屈してるとさ、時間って実は直線ではなくて、その端っこと端っこが結ばれた輪っかのようなものでさ、さっき過ごした時間をもう一度過ごし直しているような感覚なんだよ。俺思うんだよね。真実味がないっていうのはこんな状態なんじゃないかなって。ねえ、聞いてる？わかんない。私退屈じゃないし。あ、そう。ねえ、琴ちゃん。眉毛なくなっちゃうよ。あるよ。俺コンビニ作るわ。なんか買ってくるもある？私も行こうかな。いいよ、来なくて。なんで？だってコトちゃんが来ると読みたいだし読めないだろ。読みたいだし？何？何読むの？何でもいいだろ。エッチなやつでしょ。読まないから。エロ雑誌だ。読みません、そんなものは。あの、何かあったんですか？隣の部屋、あれ絶対売春やってんだよ。何決めつけてんの？私が見た女の子なんて、丁寧にお辞儀してありがとうございましたって出てたのよ。じゃあ何？宗教よ、宗教。決まってんじゃない。涼介君、関わらないで。変なカルト教団みたいなんだったらどうすんのよ。それに直樹くんも言ってたよ、その線が強いんじゃないかって。直樹さんも？そう、直樹くんが言ってたんだから絶対よ。それにこっちだって密入国した外国人みたいに内緒で集団生活してんだから、どっちもどっちでしょ。密入国者か。
さん毛生えてるでしょ。背中この間見たんだよね。ないよ、いつも。え、寝てる。毛なんて生えるわけないじゃん。じゃあこの辺結構生えてる。毛なんて生えるわけないじゃん。生えない。あれ、ま、アピールやばい。あれまずいんじゃないの。あれやばいやばいやばい。もうやめろっつーの。もうこっち見てんじゃん。恥ずかしい。丸山くんは気づいてんのかな。何が。え、琴ちゃんのこの毛のことだよ。ねえ、また言ってんの。気づいてて気を使って言ってないの。毛なんて生えてませんから。そういうの優しさと思ってるさ。そう。どうも。あ、失礼。よくテレビ出てる前の総理大臣の腰巾着みたいな。野口義雄。通報しましょう。通報。あのエロダコが壁の向こうで女の子とやってるかと思ったら気持ち悪くて寝れやしないわよ。ちょっと待ってよ、さっき隣は売春宿じゃないと言ってなかった。そういう警察に通報するのはいいけど、こっちまで調べられたらここ追い出されちゃうよ。一応この部屋新婚カップル用らしいから。じゃあその新婚カップル用の部屋になんであのエロダコ出入りしてんのよ。知らないよ。もう携帯鳴ってる。ウィス。おう、今大丈夫？大学？あ、寝過ごしちゃって、さっき起きたばっかりなんですよね。おお、いい身分だな、学生さんは。お前、今月末暇？月末っすか？多分暇ですけど。伊豆行かね？伊豆高原。伊豆？お前にさ、車出してほしいんだわ。お前のあの車、なんていう名前だっけ？あ、桃子？あ、そうそう、桃子。え、誰が行くんですか？今んとこ俺と俺の彼女。ああ、キワコさんも行くんですか？お前も彼女連れてこいよ。いや、俺今彼女いないですから。じゃあ誰でもいいから連れてこいよ。行くか行かねえかさ、早めに返事欲しいんだ。はい、じゃあまた連絡します。あ、そういえばお前、田代信也って知り合いだっけ？信也？ああ、知ってますよ。ジミーでしょ。1年の時に同じゼミでしたけど。田代死んだんだよ。え、死んだ。ああ、なんで。あ、事故。バイクでトラックと正面衝突だって。マジっすか。葬式だったらしいんだけど、俺も今日聞いてさ、なんか人生でわかんねえもんだよな、ほんと。まあ、そんなことしか言えねえわ。まあ、早めに連絡くれよ。じゃあな。はい。ねえ、琴ちゃん。ん？月末暇？丸山くんから電話がなかったらね。それっていつわかんの？なんで。いや、梅崎先輩からさ、伊豆高原に行かないかって誘われたんだよね。うん、彼に聞いてよ。琴ちゃん、よく平気だよね。私って人生無駄にしてるとか思ったことないわけ？それはもうわよ、私だって。案外冷静なんだ。そんなことより誰が死んだの？うん、友達。
伊豆の話よりそっちの方が大変なんじゃないの？そうだね。そうだね。起きたの？何時？もう8時。マジやべえ。バイト？休んじゃおっかな。いいの？いいのいいの。あれ、ナックさん帰ってたんですか？早いですね。うちの映画先週公開したからさ、今暇なんだよ。要するに誰が死んだの？え？誰か死んだんだろ？いや、ちょっとした友達です。ちょっとした？まあ友達って言ってもそいつ2年の時中退したやつで最近会ってなかったんだよ。そう。まあバイトは？休みっす。ただいま。マジか。お帰り。これ誰の？直樹くんの。陽介くんね、お友達が死んじゃったんだって。え、そうなんだ、大変じゃん。もういいよそれは。それよりさ、関係ないこと聞いていい？簡潔に言って。例えば彼氏の後輩から好きだって告白されたらどうする？どうするって何が？いやだから迷惑だとか嬉しいとか。その後輩は根性あんの？根性？どっちかっていうとない方かな。じゃあ迷惑。じゃあもし根性あったら？じゃあその彼はバスキアとかウォーホルとか興味ある？いや、っていうかそれは何ですか？あれ早いね。バスお前も早いじゃん。ジョギング？バスキア。よく続くね。ちょっとナクさんも聞いてくださいよ。何？あんたすっかりストーカーじゃない？やっぱそう思う？自分で自覚しなきゃ。どんな自覚？ストーカーとしての。その子ってさ、積極的な子なんだよな。え？直樹さん、木枠さん知ってるんですか？奔放っていうか、フェラチオしたいとか平気で言って梅崎言ってたよ。マジっすか？こらこら、健全な童貞少年の妄想を膨らませちゃダメよ。凌介くん童貞なの？違うよ。似たようなもんでしょ。いや、俺マジで好きみたいなんですよね。好きなの？好きみたいなの？どっち？みたいっていうのは照れだよ。凌介って単純そうで案外ややこしいのね。俺単純そう？そう、お前単純なんだからさ、ちゃんとチャイムをして告白してくれば。俺はあなたのことが好きみたいなんですって。この見たいっていうのはテレなんですって言って。じゃあ行ってくるわ。ね、行くの？うん。じゃあ俺も行くかな。どこに？告白だよ。告白か、やっぱ無理だよ。だって先輩の彼女なんだもん。じゃあみんなで仲良し恋して高原にピクニック行ってくれば。行ってきます。行ってらっしゃい。ナクさん。
してんの？あ、どうしたの？どうしたのって？弟帰ってない？ああ、弟さんまだ帰ってないみたいですね。うちに来たんだよね。あ、いや、あの近所まで来たもんだからあ、電話鳴ってますよ。本当だ。帰ってきた。携帯充電切れちゃってたんだよね。ごめん。月末でしょ。二人でつまんない。嘘よ。いいけど。あの子誘えば？涼介くん。へえ、そうなんだ。乗り気じゃないんだ。明日も早いんだよね。今日は寝るね。はい、おやすみ。伊豆高原行かないんだ。いや、行かないって言ったわけじゃ今、梅崎くんが涼介くんによろしくって言ってたよ。え？嘘よ。ここにいること知るわけないじゃない。だよね。あの、なんで僕がここにいることを言わなかったの？言ってほしかった？飲むでしょ？いや、俺車だから。酔い覚ましてから帰れば平気じゃない？でも明日早いんだよ。また新聞配達してるわけじゃないのよ。乾杯。乾杯。なんか喋ってよ。願いましては1円なり2円なり何それよ
京子さん。ん？俺の実家島根で寿司屋やってんすよ。へえ。子供の頃から寿司屋を継ぐより立派な寿司屋のいいお客さんになってほしいって言われて育ってきたんです。うん、まあ、だからって母親は東京の大学に行くことをものすごく反対してて、そりゃね、島根のしがない寿司屋の家にしてみりゃ東京進学は金銭的に無理だったと思うんすよ。うん、でもね、その大反対してた母親の気持ちを変えたのは親父の何気ない一言だったんです。凌介には東京に出てもっといろんな人たちと知り合いになってほしい。例えば土佐で一本釣りやってる男の息子とか京都の老舗の料亭の娘さんとか、そういういろんな人たちと知り合いになっていいじゃないかって。男親が息子にしてやれることって言ったら外へおっぽり出してやることぐらいしかないんだよって。いいお父さんだね。うん、でも俺バカだから入学してすぐに同じゼミのやつに突然で悪いんだけどお前の親父さん何やってる人って聞いたんですそしたらそいつ公務員だよって、金沢で公務員やってるって。俺親父に心の中で金沢の公務員の息子は加工しましたって凌介くんらしい。どうした、凌介くん。そいつ死んだんです。おねえ、寝てんの？ちゃん、頭こいけて。おい、何やってんの？何男連れ込んでんの？いいから、頭こいてて、お願いお願い。え？こいつ、なんで泣いてんの？え？なんで？なんで泣いてんの？え？なんで？なんで？犯行現場から1キロも離れていないこの場所で再び事件が起こりました。東京都世田谷区の路上で若い女性がまた襲われました。この現場は住宅街の中で昼間でもただいま。おかえり。この道を被害者の B さんはなぜ通ってしまったんでしょうか。今日のテスコの部屋ゲスト誰？知らない。何？犯人はそのまま逃走した。凌介くん、なんかあったの？公園で23歳の女性。ないよ。昨日どこ泊まったの？え？別にいいんだけどさ。共通点があるのか。彼女のとこだよ。いたんだっけ彼女？別にいいんだけど。なんだよ変なの。今回の事件の犯人が前回の事件と同一犯。ねえ、なんか腹減らない？先日の凶行はこれは犯人の動機のない犯行を表している。ねえ、今日はね、怒ってあげるよ。マジで？なんで？勝ったから。何に？え？え、じゃあお前何に勝ったんだよ。何に？いらっしゃいませ。言えないやんな。何？コトちゃんもそろそろ勝ちたいね。勝ちたいよ。勝ちたいとこだよ。うん、分かるよ。俺なんかこうバシッと一発なんか教えてあげるよ。はい、いらっしゃい。どうしようかな。五色そば。はい。五色一丁。うわっ、汚い。
あの男の顔、信じらんない。よく食べてられるよね。あいつ俺たちが隣の住人だって気づいたかな。気づいてるに決まってんじゃない。気づいてて五色そばなんか頼んでんの。五色そばよ、なんなのよ五色って。ちょっと平気なの。だってしょうがないじゃない。この世の中にはいろんな人がいて、五色そばだって頼む人もいるよ。そういうことじゃなくて。分かってるよ。売春の斡旋してのうのうと五色そば食ってるのが信じられないんだろ。分かるけど、それが現実なんだよ。凌介君急に物分かり良くなってね。だって直樹さんや未来の話ではさ、この世の中には喜んで体を売る女だっているって言うし、都会の隣人関係はデリケートなもんだからね。だって隣で売春やってんのよ。売春興奮すんだよ。売春かどうかまだはっきりしたわけじゃないだろ。あの男のニヤついた顔は間違いない。だったらさ、はっきりさせましょうよ。ん？凌介君がお客になるの。え？やだよ。私がお金出してあげるって。それで本当にやってることが判明したら通報。マジでお金出してくれんの？いや、やっぱやだよ。もしかしてそういうお店行ったことないの？ないよ。なくて悪い？マジかよ。ビビってんの？ビビってねえよ。ビビってでしょ。ビビってねえし。ビビってんの？ビビってないよ。だっておい、ちょっと待て。あずさ、俺やっぱりあずさのことが好きだ。勇気、なんて言ったの？聞こえない。愛してる。聞こえない。愛してる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 。聞こえないよ。うるさい。かっこいいよね、丸山くん。そうか？こんな役でいいの？いいの、いいの。俺バイト行かなきゃ。行ってきます。行ってらっしゃい。
京都世田谷区の路上でまた女性が襲われました。この付近では女性を狙った無差別傷害事件が相次いでいて、警察が警戒を強化していました。犯人は仕事から帰宅途中の C さんの背後から近づき、鈍器のようなもので殴り、おはよう。おはよう。ドライヤーそこにあるよ。ありがとう。凌介くんは学校？うん、1時間ぐらい前に出てった。うん。君は今日授業ないの？授業？俺？ないよ。じゃあちょっと聞くけど、今日予定なんかあったりする？予定？別にないけど。じゃあさ、凌介くん帰ってくるまでここにいれば。別にいいけど。ほんと？うん。私琴美。あ、俺サトル。はじめまして。はじめまして。服着れば。うん？服。お。この部屋って一体何人住んでんの？ん？俺二日酔いだったからこのソファーで寝てたら7時頃かな、あそこから男が出てきて。誰だお前？あ、サトルと申します。誰か便所入ってんの？いや、多分入ってないんじゃないですか。って言ってバタバタと台所で、あのシェイカーでバナナジュース作ってくれて、二日酔いなら飲めって。起き抜けにバナナなんて入っちゃうっつうんだよ。聞いてなかったの？なおきくんだって。てっきり一人暮らしだと思ってたし。んでバナナジュース無理やり飲まされてたら、あそこからあの人が出てきたんだよ。あ、誰よあんた。誰ってサトルですよ。だったら何よ。なんでそんなムキになんのよ。未来さんって最悪だね。二日酔いひどいみたいで、あれ酔っ払ったまんまだよ。で、二人とも出かけてったの？うん。直樹さんがまず出てって、そこに凌介くんが起きてきて、なんか俺って結局ダメな男だって思い詰めた感じで言ってたら、風呂で酒抜いてた未来さんが凌介くんに遅れっつって二人揃って出てった。うん、いつもの朝の風景ね。それで眠れなくなった俺が眠気覚ましに風呂入ってたとこに琴美さんが起きてきたってこと、ね、まだこれ以上誰か出てきたりする？もう出てこないよ。分かった。でもさ、みんなで暮らしてるのってうざくないの？そうね。ここってインターネットで言えばチャットや掲示板みたいなもんだから。チャットって言っても、言いたい放題やりたい放題なく呼ぶちまけるところじゃなくて、どっちかっていうと善意に満ちたサイトっていうか、嫌なら出ていくしかないし、痛ければ笑ってればいいみたいな、まあそういう自由な空間。じゃあ上辺だけの付き合いなんだ。
上辺だけの付き合い？そうじゃないと壊れちゃうもんね。よかったね。ごめんね、自分から誘っといて。いいよ、俺帰るから。また来なよ。ほんと？ほんとよ。じゃあまたね。いいの？ありがとう。もう行くと？ごめん、起こしちゃった。これから顔合わせがあるって。映画の？いや、映画終わって次の連ドラ。誰と会うと？竹内優子。また年上？うん、まだピンバ張れる身分じゃないけんね。仕方なかよ。いつも時間なくてごめんな。あがんふに別れたとに、また会ってくれるだけで嬉しいとよ、私。またそんこと。だって俺な、最初からええ顔するやつは信用せんようにしとる。これ芸能界でも通用するらしいばい。だけん安心して。うん、じゃあ俺先に行くけんね。うん、頑張ってね。
ただいま。あんたがあの男の子連れ込んだの？あの男の子って誰？ほら、琴美は見てないのよ。琴ちゃんが起きた時にはもういなかったってわけか。俺なんかバナナプロテインまでご馳走しちゃったよ。俺さ、てっきり凌介の後輩かなんかだと思ったから。私も思ってた。だから知らないって。見たこともないよ。俺はまた未来が酔っ払って連れてきちゃったんだと思ってたし。なんか取られてない？ねえ、ちょっと待って。それ、サトル君のこと？なんだ、やっぱあんたが男連れ込んだのか。なんだ、琴ちゃんの知り合いなんだ。琴ちゃん、漫画やるなよ、あんな若い子。いやいや、ちょっと待って、私知らないよ。え？だって今、サトル君って名前まで知ってたじゃん。うん。凌介君の後輩でしょ？だから知らないって。だったら誰？私、朝ごはんまで作って、パチンコまで一緒に行ったんだけど。パチンコ？本当なの？捉えてない？大丈夫、500円玉貯金も無事だ。パソコンのデータも異常なし。私の方も大丈夫。でもさ、泥棒が二度寝したり住人とご飯一緒に食べたりする？そういう妖怪いなかったっけ？え、何？座敷わらし。まさか戻ってきたわけじゃないよね。まさか。鍵閉めてあるよな。ほら。いいよ。何お客さんですから出ないと。何がですか？直樹さんが出ないといけないですよ、絶対に。それは早く。琴ちゃん、なんで俺がそこ立ってる。飛び出して捕まえるか。ちょっと行ってよ。ああ、怖い怖い。未来さは私。琴美さん、凌介くん、直樹さん。は？ちょっと行ってよ。ちょっといないの？なんだ、いたんだ。サトル君、ということは新宿の公園で君はラウラという2丁目のオカマと一緒にいたこの相馬未来被告に突然見つけたと背後から飛びつかれ拉致されたということだね。はい。まあ拉致ってのは大げさですが、半ば強引に。はい、はい。このケースは今までも何度となくあったことなので、かなり信憑性が高いと思われます。言いなし。証拠を出しなさいよ、証拠を。あ、マリネママって人も一緒にいました。マリネママってどんな感じの人だった？化粧した大仏って感じの人。こりゃ間違いないな。マリネママも一緒だったの？うん、途中まで。で、私があなたをここに連れてきた。一緒にタクシー乗らなかったら靖国通りの真ん中で叫んでやるって。さて、誰からお風呂入りますか？いいよ、琴ちゃん先入って。私今日はいいの。じゃあ俺先入ろうかな。さだるくん、いいからこっちに入ってこいよ。この人ね、もう少し芝居の稽古するらしいから、ほっといてあげて。こっちこっち。でも本当に覚えてないの？
サトル。あ、ただいま。おかえり。何してんの。あれ、未来さんタバコ吸うんだ。知らなかった？部屋じゃ吸えないからね。ああ、俺一度吸おうとしたらベランダに出ろって直樹さんに叱られたよ。彼は健康のためにコーヒーも口にしない人間だから。バカだね。朝方の澄んだ空気を自分の手で汚してるって思うとなんか快感。宮井さん屈折してるな。そう、サトル。今夜は稼げたの？3人ってこと？3万ってこと？3本ってこと。へえ。サトル。ん？ちょっとお願いがあるんだけど。お父ちゃん、ん？あんまじっと見ないでよ。なんで？なんでって。変な気分になっちゃう。リアル。何が？コトちゃん入っちゃダメ。最後、ていうか、なんでサドル裸なの？モデル。私なんかよ。そうだよ、隣のあの男。うん。俺エレベーターで偶然一緒になったからチャンスだと思って言ってやったんだよ。なんて？知ってるんですよって。知ってるんですよ。何の話ですか？管理会社にバレるとまずいんじゃないですか？仕方がないな。でも若いお客さんは取ってないんですよ。それに今月は予約いっぱいだから無理です。じゃあ行っちゃいますよ。わかりましたよ。参ったな、ということで予約を入れてきた。君はいつかいる子だと思ってた。偉いだろ。偉いよ涼介くん。ねえ、何の話？潜入捜査。何潜入捜査って？隣は売春宿なの。え、マジ？その悪の巣窟に凌介くんを客として送り込んで実態を暴くの。面白そうでしょ。やる、一緒に。でもさ、隣の男は認めたんだよね。だったら別に潜入する必要ないんじゃない？ああ、そっか。バカ、本当なら3万だけど2万でいいって言ってくれたんだぞ。2万？うん、高っ。なんで？中止。安いよ。私今金欠だから。1万も安くしてもらったんだよ。だって今お金ないんだもん。そんなお前約束めっちゃ破ってる。だって高すぎでしょ、そもそも。いや、だって1万を安くしてやったことで3分の2、2万円だって削ってるっていう。3000円ぐらいかと思ったもん。行ってきます。
何見てんの？うん、なんか事件が多いから気をつけるようにっていうチラシ見た。悪いかよ。未来マック行く？私だってしょうがないでしょ、行きたいんだから。頼むよ、琴ちゃん。自腹で行けばいいじゃん。じゃあまだ半分出してよ。やだ。ほら、腫れてる。さっさと抜いちゃいなさいよ。まだ痛いな。ウォッカでベロベロになって抜けばすぐよ。私が口移して飲ましてあげようか。何よ。酔いが覚めたら地獄よ。ちゃんとなってない、やつもおれば。私もいらっしゃい、こちらよ。こんばんは。こんばんは。記憶喪失女が。お願いします。ふざけすんだよ、ほら。ちょっとこっちは抜いて。いつこれやつは。すっごい痛いよ。あれ、あんたたち、より戻したの？え、朝か。ね、本当にそんな痛いの？痛い。ねえねえ、これ見て、これ。今日マンションに入ってたのよ。あ、これ知ってる、ワイドショーで見た。大田橋だっていうかさ、近いなと思ってたのよ。未来もコトちゃんも気をつけないとね。いや、怖い怖い。え、怖いよね。ねえ、直樹。この日付見てなんか気づかない？日付？ほら、最初に事件があってからそろそろ2週間。2週間？サトルがうちで暮らし始めたのがちょうどその頃。ちょっと待てよ。あいつがうち来るようになったらもっと最近じゃなかった？そんなことないよ。お前さ、サトル疑ってんの？あんた、山村美沙の読みすぎ。読んでないわよ。受けるな、やだ。元はといえばさ、サトル連れてきたのお前だろ。そりゃそうなんだけどさ。直樹、サトルってどんな子だと思う？どんな子かって、今時の若者だろ。そうかな。気持ち悪い。大丈夫か？何が言いたいんだよ、さっきから。だからさ、あ、こうやって言えば分かってもらえるかな。悟って凌介が思ってるようなことでもなければ、琴が思ってるようなことでもない。もちろん直樹が想像してるようなことでもないだろうし、かといって私が思ってるようなことでもない気がするのよね。当たり前のこと言うなよ。お前が知ってる悟はお前しか知らないんだよ。どういう意味？お前も俺もみんなもそれぞれが知ってる悟しか知らないんだよ。だからみんなが知ってる悟なんて誰も知らないし、そんなやつこの世には存在しないの。美咲大丈夫か？お前さ、マルチバースって知ってる？知らない。じゃあユニバースは？宇宙でしょ。そう、一つの宇宙で、マルチバースはいくつもの宇宙っていう意味。そういうこと。じゃあな。どうなの？お前の同居人、うまくやってんの？ふぬけの大学生、恋愛依存の女、自称イラストレーターで、か
まず気の女、あと健康オタクのジョギング野郎、俺が一番まともだったやろ。ありえねえよ。どう考えたって口も聞きたくないタイプのやつらばっかだよ。あ、じゃあなんでその家に帰るの？わかんない。でもあいつらの中にいると不思議なんだけど楽しいんだ。そうなんだ。じゃあよかったじゃん。うん。ほら、そこの少年。ちょっと待って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 。あたしあたし。未来さん。もう一軒行くぞ。え？もう一軒。ね。早く行くぞ。いやだかる。ちょっとごめん。ほら逃げんのか。ごめん。ほら。未来さんもう帰ろうよ。ダメ。え？君とはねまだまだ話さなきゃいけないの。早く行け。だよもう。じゃあ今夜あったかいしいいとこ連れてあげるか。よし行くぞ。オッケー。走れー、もっと走れー。行こう。え、ちょっと待ってよ。待ってって。早く。痛い。大丈夫？痛い。ほら、立って。行くよ。どこに？いいから。ほら。大丈夫？大丈夫。ちょっと見てて。いいの？大丈夫。行くよ。うん。おお。どう？いいでしょ。いいね。気に入った。気に入った。俺さ、うん。何度かここに泊まったこともあるんだよ。冬は寒いでしょ。冬は無理だよ。こんなとこで寝たら死んじゃうよ。サトルさん。うん。うちに来る前、どこで寝泊まりしてたの？いろいろ。サウナとか、友達の家とか、あとね。お客の部屋とか。そう。こういう時ってさ、子供の頃の思い出話とかするんだよね。したいの？別にしたいわけじゃないよ。いいじゃん、せっかくなんだから。しなさいよ。してもいいけど、どうせ全部作り話だよ。未来さんってどんな子供だったの？私？うん。私は
つも父親にビクビクしてた。ドアを乱暴に閉める音とか、母を叱りつける声が2階にいる私まで聞こえてきて、いつも耳は塞いでた。小学生の頃にね、ジュースを取りに行った台所で、襖越しに嫌がる母親を無理やり押さえつけて乱暴する父の声が聞こえたの。父は「そのための女房だろう」って脅して、母は泣いてて、今でもその声が忘れられない。ただいまー。ただいまー。おかえり。あれ、美咲泊まったんだ。目が覚めたらここにいた。3年前にタイムスリップしたかと思ったわよ。彼がサトルくん。そうそう、サトル。こんにちは。どうも。俺トイレ。お、昨日のこと言っちゃダメよ。昨日のことって。だからサトルが犯人だ。言うはずないじゃない。こと、さっきから目障り。だって、凌介くん潜入捜査行ってんだもん。はいはい。どうだった、どうだった、ねね、白、それとも黒、ね、何が売春宿だよ。違うの。違うよ、全然違うよ。何、何俺緊張して隣の部屋入ったら赤いランプなんかついてて、若い女が座っててさ。お待ちしてました。2万円になります。名前と生年月日を書いてください。俺焦っちゃってさ、思わず直樹さんの名前と生年月日書いちゃったよ。そちらへどうぞ。どうぞ。何2枚払って直樹の運勢占ってもらってきたの。だって早く女を抱かせろなんて言えないだろ。ってことは
あのエロダコが来てたってことは、うちの隣で日本の政治が決められてるの？そうかもね。隣のやつはラスプーチンなんだよ。ラスプーチン？うん。ねえ、直樹の運勢どうだって言ってた？確か、あなたは変化を求め世界と戦っていますね。でもあなたがいくらこの世界から抜け出しても、そこは一回り大きな、やはりこの世界でしかありません。あなたと世界との戦いでは完全に世界の方が優勢です。何それ？なんだかよくわかんねえだろ。で、帰るときにはもし興味があれば今度あなた自身を占ってあげますよって。え？そう言ったの？うん。それってあんたが直樹じゃないっていうのを見抜いたってことだよね。そう言われりゃそうだな。隣のラスプーチンはまんざらインチキじゃなさそうね。はい、引っ張りますよ。伊原さん、麻酔の効きが悪かったみたいなので普通の倍の量打ちました。麻酔が切れて我慢できないときに飲んでください。2340円になります。660円のお釣りです。お大事に。あ、もしもし、原田です。すみません。はい、今歯医者行って親知らず抜いたんですよ。ええ、結構痛いんで。はい、すいません。お疲れ様です。すいません。文字通り庶民派の主婦なんです。その選挙の時だけの庶民派じゃないんですよ。ね、根からの庶民派なんです。その庶民派の主婦の目から区の政治はどうあるべきなのか、町の治安はどうあるべきなのか、鋭く問題提起していけるものだと思います。我が公民党は国民の防波堤になることです。この未曽有大企業の中で皆さんの生活を守れるのは我が公民党以外にありません。
いつ何やってんだします。琴ちゃん今別に何もしてないけど、みんなは知らない。そうなんだ、分かった、じゃあ帰るよ。本当？うん。じゃあ何か食べ物買ってきて。いいけど何系がいい？分かった、じゃあ待ってて。うん、待ってんの。気持ち悪い。
よ、これ。趣味悪っ。やっぱり俺、お前のこと好きだ。そんなこと言わないで。ごめん。でもやっぱり好きなんだ。おかえり。愛してる。お前だけ？あ。愛してるんだ。何してたの？いや、コトちゃんがさ、暇だから帰ってこないかっつうから帰ってきたら、コトちゃんデートになったってすぐ出てっちゃって、丸山くんから電話あったんだ。あ、そうみたい。時間ある。あ、おはようございます。おはよう。伊原くんいる？はい。どうしたんですか？どうもこうもないわよ。ウッディアレンのインタビューが取れるんだって。え、マジですか？どこで？それがミュンヘンなのよ。いつですか？それが来週なの。伊原くん空いてないでしょ。桃地くんも無理だし、さとこちゃんとみっちゃんサンフランシスコ行ってるし、どうしよう。俺当てがあるんで連絡してみますよ。そう、はい、お願いね。やっぱりインタビューがあった方が。伊原くん、どなた？あ、すいません。俺のいとこなんですよ、社長。俺、支社の案内所教授だからこいつに貼らせようと思って連れてきたんです。あ、本当助かるわ。名前なんての？サトル。あ、国保です。かわいいわね。じゃ、お願い。どう、ちゃんとやってる？ああ、結構あるんだね。お前これ曲がってるじゃねえかよ。え？これもほら厳しいな、これで？全部？はいはい。伊原さん、商工電話入ってます。はい、変わります。はい、シャン。 Hello, Naoki? Yes, it's Naoki. How's it going, Sean? Same here. So, have you had a chance to go by my email? Yes, I did. So, you guys want to cast crew for your promotion? Exactly. Well, schedule-wise, as long as we can have them here, you have the priority. That's nice. In that case, it's kind of flow things towards them going to Japan. Okay, then I'll call you back. Right, thank you. Bye. Bye. 本当に世界を相手に戦ってるんだな。何言ってんだよ。社長、ショーンがやってくれそうです。予算詰めてもらえますかね。ヘイショーン。エグザクトリー。アイムサトル。
I don't like coffee. ねえ、直樹さんのナンバーワンの映画って何？難しい質問だな。考えるたびに違うんだけども、今は2001年宇宙の旅かな。聞いたことあるけど、エイリアンとか出てくるの？もっと恐ろしいものが出てくるんだよ。俺さ、子供の頃から映画大好きでさ、好きな仕事しながら飯が食っていけるっていいもんだぞ。さだろ、お前将来何がやりたいんだよ。何なんだろう。お前家出してんのか。あ、電話だけでも入れておけよ。ご両親だって心配してんだろ。なったら俺が代わりにかけてやってもいいんだぞ。別に家出なんかしてないよ。まあ俺も家出したことはあるんだけどな。直樹さんみたいな人でも家出なんかするんだ。それよ、俺どんな人間だと思ってんだよ。まあ15の冬だったからな。理由は何？だから15の冬だったんだよ。それ理由になんないでしょ。そうか、俺になると思うけどな。はい、サービス。おー、サンキュー。なんか良さそうに話してんじゃん。そうか、うん、俺さ、今日帰んないかも。っていうか、あそこ出てくかもしれないんだよね。は？彼女とうまくいってんだ。まあね。何言って二股かけられてんだよ。嫌な言い方するな。だって真実だろ。あ、俺その言葉嫌い。どの言葉？真実って言葉だよ。俺さ、なんかどうもその言葉に真実味を感じないんだよね。俺やっぱ東京は肌に合わないんだよ。彼女に言ったら私もなのって。だから俺が卒業したら一緒に俺の田舎に引っ込むかもしれないんだ。すいません。はーい。涼介君幸せそうだね。そうか。ねえ直樹さん、真実ってあんのかな。そうな、俺は子供の頃2001年宇宙の時に真実を見たけどね。あんたじゃないよね。何なんだよ。あんたがやったの。だから何が。私の机漁ったりした。なんで俺がそんなことするんだよ。こっち歯が痛くてかなわねえんだよ。このテープにクソつまんないドラマを録画したやつがいんの。琴ちゃんなんじゃないの。琴はやってないって。凌介でもあんたでもなければ犯人は悟るね。こっから悟を追い出して、今すぐ追い出して。琴ちゃん、おはよう。おはよう。ねえ、サトルは？知らない。昨日から帰ってないみたい。もうさ、ねえ直樹くん。ああ、ちょっと相談があるんだけど。何？あのね、まだ誰にも言ってないんだけど。うん、何？あのね、もちろん注意はしてたんだけど、私妊娠してるみたい。そうなの？丸山くんには？まだ。
先に丸山君に相談するのは筋じゃないかな。そうなんだけど、もし嫌だったら無理にとは言わないけど、代わりに直樹君から聞いてもらえないかな。聞くって何よ。だから私が妊娠したらどうするって。妊娠したらってもう妊娠してんじゃないの。そうなんだけど、向こうにしたっていきなりしてるって言われるより、したらって言われた方が冷静に考えられると思うの。ダメ？いや、ダメじゃないけど。もう病院には行ったの？まだ。でも検査薬で調べたから。見る？いいよいいよいいよ。ごめんね、いきなり巻き込んじゃって。いや、いいんだけどさ。直樹くん、前に言ってたよね、私と丸山くんには将来がないって。凌介くんには時間の無駄って言われた。私今その言ってた意味が分かるような気がするの。やっぱり無理だよね、私たち。分かったよ、琴ちゃん。俺丸山君に会ってきてあげるよ。本当？うん、早い方がいいよ。だって赤ちゃん待ってくれないんだから。丸山くん。俺のことを覚えてるかな。直樹さん。覚えててくれて可愛いだよ。ごめんね、俺さ、琴ちゃんに頼まれてさ、丸山くんに伝えなきゃならないことがあってきたんだ。はあ。ちゃんに頼まれたんだよ。お父ちゃん、本当に丸山智彦と付き合ってたんだ。で、何があったの？妊娠。妊娠？琴ちゃんが？スキャンダルじゃん。何でもかんでも俺に頼ってくるんだよ、どいつもこいつも。で、丸山君はなんて？考えて直接連絡するって。か。お前の話は何？直樹はまだ私のこと愛してる？え？私はまだ直樹のこと愛してる。ねえ、直樹は？そう言われると負担になるけど。愛してるかな。タニツさんに結婚しようって言われた。え？そうなの？それだけ？やめろって言ってほしいの？相変わらずね。相変わらずってどういうことだよ。相変わらずは相変わらずよ。黙るの？絡むの？はっきりして。もううるさい。うるさい。あ、直樹、ちょっと未来が荒れてんのよ。
何よあんた、フェニー追えないんだけど、もう連れて帰ってよ。知らねえよ、やだよ。ミートビール。直樹。うん。サトルで出ちゃったんだって。荷物持って出てっちゃったんだって。ああ。サトル出てっちゃったんだって。大丈夫。あ、大丈夫。ほら。しっかりして。もう。何やってんの。サトル出てっちゃったんだよ。知らねえよ、もうお前が追い出したんだろ。あいつ今夜どこで寝るんだろう。友達んとこだろ。直樹、あんた、どっ、ちょ、ちょ、ちょ、前にね、サトルに遊園地連れてってもらったの。真夜中に二人で忍び込んだのよ。泊まるところがないとき、あいつあの遊園地で寝てたんだって。夜のメリーゴーランドすっごい冷たいの。あいつまだ18よ。なのにさ、あんなとこで何度も朝を迎えたことがあるんだよ。なんであいつのことを追い出したんだよ。だって私が大切にしてたビデオテープの上からテレビドラマを録画したから。それって一体何のビデオ？レイプシーンを編集したビデオ。なんでそんなもん持ってんだよ。なんかそのビデオ見てるとね、不思議と落ち着くの。身をよじって泣き叫んでる女たちの顔見てるとね、自分の中の臆病さがだんだんと麻痺していくの。美咲とうまくいかなくなり始めた頃さ、あいつさ言ってたんだよ。あの部屋で暮らしているのは俺とあいつの二人きりなのに、時々さもう一人誰かがいるような気がするって。それはきっとさ、俺とあいつの二人が生み出したモンスターのようなもんなんだって。意味わかんねえだろ。そのモンスターの正体って私たちのなあなあの生活から生まれる甘えみたいなものよね。甘え？美咲、そのモンスターが嫌であの部屋出てったんじゃないかな。気づかないうちにそのモンスターに呪縛されてんのよ私たち。正直言うとさ、私サトルがあのビデオ消してくれたことに少し感謝してんの。いつまでもあんなものに頼ってちゃいけないなって気づいたの。このままじゃダメになるって。ねえ直樹、私あそこ出てこかな。え？私もそろそろ
あの部屋抜け出さなきゃ。もしもし。直樹くん、みんなは？いない。そう。直樹くん、今日はありがとう。私ね、さっき病院行ってきた。え？病院？下ろすことに決めたの。丸山くん、産んでくれって言ってくれたけど、私断った。私ね、彼とはもう終わりにしようと思うの。直樹くん、いろいろとありがとね。じゃあね。
しょくしょだよ。直樹さん、これ拭かないと風邪ひいちゃうよ。早く警察でもどこでもいいから突き出せよ。大丈夫だよ、誰も見てなかったし。あいつらに何て言うつもりだ。別に何も言わない。何も言わないってなんだよ。もうみんな知ってんじゃないの。みんなって誰のことだ。みんなはみんなだよ。涼介くんも未来さんも琴ちゃんも知ってんじゃないの。よくわかんないよ、お互いそのことについてちゃんと話したわけじゃないから。ちょっと待てよ、なんでみんな知ってて黙ってんだよ。わかんないよ、みんな言わないし。だから大丈夫だよ。結構あそこ気に入ってんだよね。みんなもあの部屋が好きなんじゃないかな。だから大丈夫。青木さん、青木さん、青木さん、帰ってきた。帰り。あら、あんた戻ってきたの。そろそろほとぼりも冷める頃かなと思ってさ。俺雨濡れたからちょっと冷め、風呂入っていい？ダメ、次私。おかえり。お、帰ってきた。どうだった、桃子に居心地は？うん、狭い。桃子に寝泊まりしてたの、サトル。あれ、言ってなかったっけ？そうだ、直樹くん、あのね、涼介くんに伊豆高原行こうって誘われたんだけど、梅崎ってどんな人？まだその話生きてたの？うん。てかあんた、女を共有してる男とよく旅行とか行けるね。サンピースの？違うよ、みんなで行こうって。スケベなんだよ。おい、何の話？伊豆高原に行かないかって話。伊豆高原？俺行きたい。だろ？だからみんなで行こうよ。ねえ、琴ちゃん。そうね、たまには旅行も行っか。だろ？いいかもね。決まりだ。しゃあ。じゃああんたのおごりね。イエーイ。違うわ、無理だ、そんなの。
直樹、あんたも行くでしょ。